ちは、こんばんは。ネットリッツゴールド YouTube 美容学園主任ネメザーです。はい、本日は2次元目、リンス、トリートメント、コンディショナーの違いについてです。うわー、これ迷いますよね。薬局で全部一緒なんじゃないかと思いますよね。はい、じゃあここからやっていきます。まず一つ目にリンスです。リンスには実はすすぐという意味があります。つまりはすすぎやすくする目的で、主に表面保護効果があるとして使われていました。で、次に2つ目、コンディショナー。コンディショナーは状態を整えるという意味があります。なので痛みを防ぎながら痛みを補修します。ただ主には表面保護なので、まあ、リンスと同様の使われ方なんですけど、最近では内部浸透するタイプのものも出てきております。そのためリンスというものがなかなかこう少なくなってきていて、まあ、同じ表面保護の効果で内部補修までできるコンディショナーというものが世には出ているのが多いです。本来の目的としてはリンスは、従来はシャンプーの洗浄力が強かったので、シャンプー後に髪がごわついてしまってすすぎにくい、そんな時に使うのがリンスだったので、リンスにはすすぎやすくなる目的と表面保護効果があったのですが、最近ではシャンプーの洗浄力もそこまで強くないものもあるので、リンスよりもコンディショナーが世に出回ることが多くなったと言われております。そして3つ目、トリートメントです。髪の毛の内部に栄養成分を浸透させ、紫外線や外気や、まあ、他にも美容室でのカラーやパーマなどの、まあ、主にダメージを受けた髪の補修、質感の調整を内部から行うものです。で、上のリンスとコンディショナーと違うのは、トリートメントはあくまで内部から行うものなので、もしこの3つを使うとしたら、トリートメントをしてからコンディショナーやリンスで表面保護をしてあげないと、先に表面保護をして膜を張ってしまうと、トリートメントの内部浸透成分というのが中に入りにくくなってしまうので、両方使いたい方は順番に気をつけて使ってみてください。はい、で、今日はここからが本題です。今日はこのトリートメントというものにフォーカスを当てていきたいのですが、その中でもサロントリートメントと呼ばれて、サロンでしかなかなかできないトリートメントがあります。そしてその中でも今日はこのシステムトリートメントです。システムトリートメントというのは、栄養補給、毛髪補修、コーティングなど段階的にそれぞれのことを行って、それぞれを効率よく髪の毛に吸収させていく、そんなトリートメントです。ちなみに、美容室ゴールドでは、オジオット、フュージオドーズ、この2種類の方を使わせていただいております。なので今日はその中でもこのオジオットについて実際にゲストをお招きして使っていきたいと思います。はい、本日のゲスト、そうです、白タンクの貴公子、米安英さんです。はい、今日はこの米安英さんをゲストにお招きしました。まあ、なんて言ったってね、ダメージしてるんで、こっからの改善を見せていきたいと思います。激しいカラーリングと日々のスタイリングにより、なかなか髪の毛がパサついております。まあ、このパサつきやこのダメージっていうものを、オジオとシステムトリートメントを使って修繕していきたいと思います。オジオとしていきます。はい、なんで俺お腹抱かれてるんだ。そうですね、はい、なんで俺一生懸命仕事するのに叩かれてるんだろうな。そうですね、まあ、こういう悩みを抱えたお客様には、トリートメントの他にも僕自身心のトリートメントを行っていくので、随時お声をお願いします。米田くん、はい、俺そんなにダメだったかな。だいぶ強めの心のトリートメントが必要です。はい、ツイッターで
髪もキモいって書かれてたよ。大丈夫っす。あ、まだ世界人口はたくさんいるんで。いるかな。はい、視聴者の中に。はい、いることを願いましょう。はい、以上で全てのトリートメントがつけ終わったので、あとは流してきれいに乾かしていただけです。ですので続いて乾かした後まで飛んじゃいたいと思います。はい、いかがでしょうか。こちら最後のトリートメントをつけて流した後乾かした状態です。まとまりがかなり出て、手触りもかなりサラサラです。はい、いかがでしたでしょうか。今日は与那先生をお招きして実践を交えての動画でした。まあ、確かにあんなにダメージをしていた与那先生もシステムトリートメントでサラサラになり、傷んでいた心も僕の心のトリートメントでしっとりツヤツヤになりましたね。はい、今日の授業は、リンス、トリートメント、コンディショナーの違いとシステムトリートメント、特に当店で使っているオジロットについてでした。もう一つ使っている風浄道具に関しましては別の動画でやっていきたいと思います。いかがでしょうか。本日の動画が、いいと思った方は、高評価、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。